今日はクレバードリッパーの L サイズが届いたので紹介します。これは2人分のコーヒーが同時に入れれる大きいサイズです。じゃあ開封していきます。ペーパーフィルターが100枚入ってます。あとコースターです。これがもともと持ってた S サイズです。見比べてみると大きさが全然違うのが分かります。2人分同時に入れられるので、例えば朝2人でコーヒー飲みたい時なんかはすごく便利になると思います。でクレバードリッパーを使ったコーヒーの入れ方を紹介していきます。安定した味のコーヒーを抽出するには持っておくべき機材がいくつかあって、まず1つ目がスケールです。コーヒーを抽出するにはコーヒー豆の量とお湯の量を正確に測るのがおすすめです。なので安くてもいいのでスケールは持っておくといいと思います。私が使ってるのは重量を測れる上に時間も測れるスケールで、これはコーヒー専用のものになってて抽出時間を測れるのですごく便利でおすすめです。次にグラインダーです。グラインダーはあんまり安すぎないものが良くて、なぜかっていうと挽いた豆の細かさが均一になるのであんまり安すぎないものがおすすめです。で私は 1Z プレッソっていう台湾のグラインダーを使ってて、これは均一に引けるっていうのと結構力を入れずに引けるグラインダーなのでおすすめです。であとは当然ながらコーヒー豆も重要です。で最近実はコーヒー豆の販売をで今日はベトナムのコーヒー豆を入れようと思います。最後にコーヒーサーバー、これはビーカーなんですけど、耐熱性のある入れ物であれば何でも大丈夫です。実はクレバードリッパーには大きなメリットがあって、ハリオの V60 みたいな普通のコーヒードリッパー口が細いケトルでドリップする必要があるんですけど、クレバードリッパーの場合はここにお湯が溜まるような仕組みになっているので、こういう口が細いケトルじゃなくて普通の電気ポットだったり夜間からお湯を注いでも美味しいコーヒーが入れられるのですごく使いやすいです。であともう一つメリットがあって、それはこういうドリッパーだと、ドリップしてる間はすごく集中しなきゃいけないので、例えば朝こういった普通のドリッパーを使って5分とか10分集中してコーヒーを入れるのは結構難しいと思うんですけど、このクレバードリッパーであればここにお湯を溜めている間は別にすぐそばにいなくても大丈夫なので、他のことに集中していても大丈夫です。なのですごい朝の時間も有意義に使えるかなって思います。じゃあコーヒーを入れていきます。
ずは豆を測ります。今回は2人分なので 23g 測ります。豆を引いたらペーパーフィルターをセットします。この部分は折っていきます。コーヒーの粉を入れる前に私はお湯を入れていきます。浅煎りの場合はだいたい92度がおすすめです。もし温度を測れるなら92度で測ってもらった方が美味しく入れれると思います。もし温度計がなければ100度で沸かして少し冷ませば大丈夫です。お湯は 400ml 入れていきます。10秒くらいかき混ぜます。このまま2分半待ちます。今回は2分半ですが、コーヒー豆の焙煎度合いだったり自分の好みに合わせて、クレバードリッパーの場合はこの時間でコーヒーの濃さを変えられるので、お好みの濃さで調整してください。ただこの時間が長すぎるとコーヒーのえぐみが出てきてしまうので、だいたい2分半から3分半の間で調整してもらうのがいいと思います。で、2分半になったら5秒くらいかき混ぜます。
入りをうまく入れるとワインみたいな色になります。